静岡市の新たな玄関口となる東名高速道路の日本平久能山スマートインターチェンジが来月14日に開通することが決まりました。日本平久能山スマートインターチェンジは今年秋の開通を目指して2015年から静岡市と中日本高速道路が整備を進めてきました。そして今日静岡市はこのスマートインターチェンジを来月14日土曜日の午後4時に開通すると発表しました。新しいインターは静岡市駿河区の東名高速道路清水インターチェンジと静岡インターチェンジの間に設置され、周辺道路の渋滞緩和や市内の観光地へのアクセス向上などが期待されています。開通日の14日当日は田辺市長も出席して記念式典が開かれる予定です。